MLB 最強チームフィリーズ緊急事態発生。フィリーズに緊急事態だ。27日日本時間28日に本拠地で行われたマーリンズ戦でブライス・ハーパー内野手とカイル・シュワーバーが野手が揃って負傷。好成績を残していた2選手だけに離脱となれば首位を走るチームにとって大きな痛手となる。一番左翼で出場していたシュワーバーは9回に代打を送られて途中交代。フィリーズの地元放送局 NBC スポーツフィラデルフィアのレポーターを務めるジョン・クラーク氏によると股関節に張りを訴えたという。ここまで17本塁打はリーグ5位。同日に発表されたオールスター戦のファン投票ではナ・リーグ指名打者部門でドジャース大谷翔平投手に次いで2位となり、二次投票に進むことが発表されていた。3点ビハインドの9回、ハーパーは西走者なしから2ゴロ放ち一塁へ猛ダッシュ。しかし駆け抜けた後に足を痛めたような素振りを見せた。左のハムストリングスを負傷したとみられるクラーク氏は苦悶の表情を浮かべながらハムストリングを抑えていた。終了直後トレーナーと一緒にクラブハウスへ直行したと伝えた。わあ、楽しみな選手がまたもや見れなくなっていく。シュワーバーとハーパーが一緒に離脱するのはまずすぎるな。シュワーバー、ハーパーだけでなくスター選手といえば先日タティスも IMEだし、いかにシーズン健康体を保つかがいかに重要か。こうして怪我人が続出しているのを見るといかに怪我をしないで出場し続けることが大変なのかよくわかる。瞬間出力が爆発的威力の競技だから一球一打一走本当に何があってもおかしくないよね。シュワーバー、ハーパーの離脱は本当に萎える。大谷との個人成績勝ち対決はいつも楽しみにしてるのに。おそらく怪我がなければオールスターで2番翔平3番ハーパーが実現した可能性が高かったし、もし離脱となるなら残念すぎる。ベッツもそうだけどスター選手の離脱は本当に残念でならない。シーズン162試合にポストシーズンをプラスすると年間170かそれ以上に及ぶ試合数を誇る MLB の世界で怪我なく成績を収めたりタイトルを取ったりすることがいかにすごいことか改めて驚かされるよ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。